いいよ。実は、あの、トラさん。はい。これ、あの、ゆたかちゃんとやるって言ったのも、相当なんですよ。あ、そうなんですよ。あ、なるほど。今ね、ゆたかもよ。ね。はい。前から見守ってたんだけど、あいつ生意気だからね。倒せ。アウトサイダーの頃からよ、生意気だから。はい。売りたいお名前ね、バーンってやってよ。ね。ほんでよ、ね。ちょっと調子こいてっから、豊か。楽ちんを、資格にね、はい、送り込んだのは俺だ。いや、おかげで、相当のおかげで、俺も一刻にしてます。さすがっすね。さすがっすね、総裁。全部計算済みだったんですね。当たり前だろう、楽ちんを送り込んだの、お前。やってくれるかなと思ったら、失敗したな。いやいや、残り3秒でノックアウトしろって、ゆたかちゃんに指示出してたのも相当らしいんですよ、実は。そうです、ね。ああ、なるほど。わざとやり合えと。うん、俺、実力差がありすぎるから。そうそう、指示がね、ちょっと失敗しちゃったら。指示してたらしいですよ、ゆたかちゃんに。ああ、ゆたか、ちょっとやりすぎなんだから、お前。俺の後輩なんだからよ。やめとけ。なんかあれ、アリトバスっていうのも、相当考えたらしいじゃないですか、ゆたかちゃんに展示したって。そうだよ。そうだよ。アリトバスってあれ。全然総裁の指示らしいじゃないですか。そりゃそうよ。すごいな。総裁、元祖アリトマス、ちょっと聞かせてもらっていいですか。あ、お願いします。お願いします。え、何を総裁が考えたんですよね、アリトマス。ああ、あれね。うん。だからちょっと、あれお願いします。あれ総裁版のアリトマスちょっと聞かせてもらっていいですか。お願いします。あの、まあアリトマスとか、まあつつか、まあまあ一つだけ、うん、はい、もう一言、はい、あのよ、豊かよ、聞け、はい、はい、お前よ、アウトサイダーで調子こいてんじゃねえんだよ。お前ノックアウトされてんだろ、そもそもよ、前、はい、ね、楽ちんさんと会う前にノックアウトされてんじゃねえか、はい、ね、それは調子こいて酒ばっか飲んでね。ね、はい。弱くなってんだよ、体がもう。鍛えろよ。はいはい、まず鍛えてから来い。な。生意気なんだよ。いいか、豊か。あ、アウトサイダーのことを思い出せ。もう一回。な。鍛えて来い。来いちゃん、切り抜いてください、ここ。たくよ。弱い薬、舐めてんじゃねえぞ、この野郎。来いちゃん、切り抜いてください、ここ。